三船城は熊本県上益敷郡三船町に存在した中世の平山城現在の三船町立三船小学校の南側東西4 0メートル、南北1 5 0メートルの丘陵に立地していた城の追記年代は不明だが広告4年に阿蘇これずみが足利軍の侵攻を東城で防いだというまた 広告6年10月16日に、筑後三郎の大軍を三船城で撃退している。将平3年には、阿蘇コレトキラが金永親王を東城に迎えており、当時は阿蘇氏が居城していたと考えられている。遠分4年には、大保原の戦いを有利に進めようとした、文護国の大友氏がこの戦いの直前に三船城を襲っている。後に、 南朝方の勢いが衰えると、上主の三船森康は北朝に降伏した。天文十年には、上主の三船房行が、阿蘇市に反乱し、これを討伐した海高志雲に、三船城が与えられた。親父家が、天正十三年に没するとこの海の親衛が上主となるが、島津市の大軍に、包囲されて、同年に戦わずして降伏し、島津義弘が入城している。 天正十五年の九州征伐で、島津氏が去ると、笹成政が肥後に入り、肥後国人一揆が起きた。一揆に三角した新鋭が処刑され、替屋は滅亡している。一揆鎮圧のため三船城には、天正十六年三から五月頃まで、黒田義隆が常磐として入り、続いて、小西行長の支配下に入った。関ヶ原の戦いの後は、 加藤清正の領地に組み込まれ、清正は城の石垣を三船川の改修や若宮関の建設に使ったとされる。その後の一国一条例発令の時点で、三船城の原型はすでになく、慶安4年に江戸幕府が日後国内の古城を調査した際、車250件と記されている。現在、城石は城山公園として整備されており、作兵や 家屋建築などにより地形は大きく変わっている。北東部の最高所には、海高潮を合紙した城山天満宮があり、社殿左には、文化12年に、藩校自習館が建立した、漁衆古城記の石碑がある。南西端に土類が一部残る。また、城石の南側、西側にそれぞれ上囲い、下囲いという地名が残り、かつて内情と外情を区別した名残ともされる。 木草の門前江橋は、当時縄文があり、御船川を挟んで町屋と城が分かれ、へと見原には武家屋敷があったという。ありがとうございます。